さてさて皆さん、鬼滅テレビザワールドの最新情報が入ってきました。いやー、とてつもないです。はい、ということで高評価とチャンネル登録、今のうちにお願いいたします。 さあ、今回はですね、えー、プロモーションリール2024公開直前スペシャルということで、えー、公式からの最新情報に加えて、えー、10日に発表される情報の予想をね、えー、立てていこうかなと思いますので、えー、皆さんぜひとも最後までご覧ください。さあ、それではもう早速やっていきましょう <noise> はい、ということで、まずはですね、えー、公式から発表された最新情報なんですけども、えー、こちらということで、えー、21時から、プロモーションリール2024、世界同時配信となっております。いや、今回ね、アニプレックスの公式の YouTube チャンネルにて、えー、アニメ、えー、鬼滅の刃の2024年の動きがね、えー、予告 PV として公開されるんですけども、えー柱 稽古編の最新情報に加えて外伝アニメ映画の情報などもお告知されると思いますのでぜひともリアルタイムで見ていただけたらなと思いますいやーめちゃくちゃ楽しみだよね プロモーションリールそんな感じでいよいよ公開ですさあそんな感じで続いてなんですけども再び21時からフジテレビにてテレビ CM ということでこちらは地上波テレビ CM ですね放映番組フジテレビにて放送されるザ漫才2023の番組内にて柱稽古編なのかなわからないんですけどものテレビ CM がね放送さ されるということでえ今回21時台ということなのでプロモーションリールの後にね放送なのかなと思っておりますでねえ今回わざわざねテレビですぐにね cm を放送するということなので柱稽古編の放送っていうのが かなり近いのではないかなと思っております。いや、ワンチャン1月放送とかもね、ありそうだよね。さあ、そして続いてなんですけども、23時から鬼滅テレビ。 ザ・ワールド世界同時配信となっておりまして、え60分スペシャルですね。で、こちらが、鬼滅の刃の最新情報を告知する番組ですね。え今回 YouTube と ABEMATV にて同時中継無料放送される番組となっておりますので、お好きな方でご視聴していただけたらなと思います。さあ、そしてね。 番組の詳しい詳細なんですけども、こちらとなっておりまして、12月の10日の日曜日の23時から12月の11日の月曜日の0時までとなっております。今回60分スペシャルとなっておりまして、相当ね、最新情報があるんでしょうね。 いや、かなり豪華なスケジュールです。いや、ちなみに去年はですね、45分ほどでした。 はい、え、そしてね、え、そんな番組内容なんですけども、こんな感じで、え、かまど誕生役の花江夏樹さん、え、かまど根津子役の木藤明さん、え、あが妻善一役の下野博さん、え、平し之ら役の松岡義嗣さん、え、藤無一郎むくん役の川西健吾さん、え、古町忍役の早見沙織さんが出演、え、MC に、本作プロデューサーのアニプレックス高橋優馬さんを迎え、え、12月の10日に会 最近される特別映像を豪華キャスト陣とともに振り返りながら、最新情報や追加情報などを、二千二十四年のアニメ鬼滅の刃の展開についてお届けいたします。と、こいう感じでね。いやー、かなりやばいね。で、今回、柱稽古編の名前を出さないあたりが一番怪しいですよね。いやー、そして、今回、追加情報ですが。 映画か。新作アニメが確定ですな。外伝アニメ来るんでしょうか。うん。えー、そんな感じで鬼滅テレビの方もめちゃくちゃ楽しみですね。さあ、そして続いてなんですけども、今回ですね、19時から、のじち TV にて、プロモーションリールと鬼滅テレビの同時中継生放送を行う予定ですので、 え皆さんは必ず遊びに来てください。一緒に楽しみましょう。さあ、そしてここからはですね、えプロモーションリール2024とえ、鬼滅テレビにて解禁される情報の予想なんですけども、え今回一番最初に解禁される情報はですね、えこちらということでえ、柱稽古編の最新情報となっております。まあ、これまでね、 えー、テレビアニメ化の PV しか公開してきていないので、えー、ここで大きく情報が解禁されるでしょう。さあ、そしてね、えー、解禁される情報なんですけども、こちらということで、えー、放送日、主題歌、新規映像、新規キービジュアルとなっております。2月から放送、そして主題歌はエメさんなんでしょうか。予告もね、めちゃくちゃ楽しみだし、 キービジュアルもね、えー、期待となっております。さあ、そして、えー、今回は絶対に柱稽古編だけじゃないということで、えー、新規告知のアニメシリーズなんですけども、さあ、まずはですね、えー、こちらということで、映画情報となっております。まあ、今回ね、新作映画の可能性がありますと。うん またですね、先行公開の映画、ワールドツアー上映の可能性っていうのもまあね、非常に高いのかなと思っておりますね。映画情報があったらいいですね。さあ、そして続いてなんですけども、外伝のアニメ化となっております。さあ、こちらがね、かなり期待となっておりまして、鬼滅テレビのメンバーに、早見沙織さん。 でそして2月から USJ にて煉獄さんとの復活コラボ、えー、外伝のね、アニメ化の可能性がかなり高いのではないかなと思っております。 さあ、そして最後がですね、新作アニメとなっておりまして、今回、早見沙織さんが鬼滅テレビ、そして翌週のジャンフェスのステージの両方に呼ばれていることから、かなり怪しいですよね。古、えー、町忍は柱稽古編の出番が少ないんですよ、うん。なのに、なんでそこまで呼ばれているのか、 はい。えー、さすがに怪しいですよね。はい。えー、つまりですね。え、古町さんの新作アニメが、可能性としては高いのではないかなと思っております。はい。ということで、今回は以上となります。楽しみだよっていう方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録、コメントの方、お待ちしております。さあ、それでは皆さん、また次回の動画で、お会いしましょう。う なぜ忘れていたサビトとのあのやりとり、大事なことだろう。